巻き爪になった足の親指巻き爪とは、走行の先端が内側に巻いたように変形し、早床を挟んだ状態。爪にはおのずから巻く力があり、歩くことで逆に巻きを広げる力がかかる。巻き爪はこの均衡が崩れた結果であり、狭い靴や硬い重など、生活習慣も原因となることがある。従来は手術での治療であったが、21世紀には、 強制器具による保存的治療法も増えた。寒乳爪は似た状態だが異なり、走行側縁が周囲の南部組織に食い込み頭痛、炎症、肉が形成、二次感染を引き起こした状態。ただ寒乳爪と巻き爪の主な原因には共通する点があり閉損することも多い。巻き爪の多くは母子走行に生じる。爪の湾曲が大きいと歩行時や運動時に 物理的圧迫による疼痛を引き起こすことがある。ただし爪が強く湾曲していても、痛みや炎症がなければ治療の必要はない。巻き爪や貫入爪の原因には、物理的な外力、爪の切り方、足の形などである。従来は、窮屈な靴や肩体重といった外からの圧力が原因とされてきたが、骨折のため歩行しない人でも巻き爪が見られる。 爪には自ら巻く力がかかっており、歩行時にこれを逆に広げる力がかかるため、歩かないことで巻いてくることが考えられる。歩行時に爪を広げる力が働くのは、足指を地面に踏み込むと、地面から効力を受け、その効力が爪を広げるからである。また、一定以上に爪が巻いてくると、歩行時の圧力も巻きを強めるように働いてしまう。抗がん剤の副作用が原因で、 足しに巻き爪や貫入爪が見られる場合もある。遺伝が原因ですべての足の指の爪が巻いていることがある。爪切りにより爪の変形が促されるため過度な深爪切りは止める。ただし食い込んだ箇所の可能炎症に対しては対症療法は行われるべきである。治療は従来は外科的な処置が一般的だったが1999年に 町田英一らがワイヤーを使った矯正方法を紹介し、保存的な爪矯正法が選択されることも増えた。保存的方法では難しい場合に手術が選択されることもある。2015年のガイドラインでは、最初にワイヤーなど保存的治療が優先されるが、質の高い研究による決定ではないため今後のランダム化比較試験などの研究が望まれるとされている。 ワイヤーや金属素材による巻き爪矯正の場合では、手術に比べ頭痛が少ない。自由診療となる。柿以外にも、爪の両端に引っ掛ける、先端に取り付けるタイプの爪矯正器具が2012年に考案されており、1週間以内に痛みがなくなった例が多い。自分で買うこともでき、10から15分の足を押して爪を軟化させながら行う。また器具を取り付け、 同様に湯で軟化させる巻き爪ロボがあり、一度で爪の巻きをだいぶ緩和するが、爪白線など諸条件では、爪が割れることがある。ワイヤー式矯正ワイヤー式矯正の種類も数種類あり、矯正器具の調整が必要なため通院と改善までの期間が必要になる。超断性ワイヤー法では、爪の先端に穴を開け、ワイヤーを通すことで爪が広がるようにし、 ほぼすべての種類の巻き爪に対応できる。多くは6ヶ月から2年で再矯正を望む。3TH ベホ方式では、ワイヤーを爪の両端に引っ掛け、中央でワイヤーを巻き上げて矯正する。ベホでは、炎症がない場合、ほぼ万能に対応できる。爪の根元に対応しやすいが、爪の先端や厚い爪では、効果が薄い。 超弾性ワイヤー法と 3TH ベホ方式は併用可能である。無理に強い力を加えて短期間で症状を改善させようとすると、爪が割れたりつまねに疼痛を発生するなど悪影響を及ぼしてしまう点、未対応の症状が多い点、巻き爪の再発及び再発の際の特殊変形の発生、強制器具装着中の外観上の問題等のデメリットもある。 プレート式矯正現在では、形状記憶素材を用いた灯通と外観上の問題点を改善させた巻き詰め矯正法もある。外観上の問題点を改善させた矯正方法であり、病院をはじめ治療院や整骨院、サロンなどで取り入れているところも増えている。プレート式矯正においても種類が数種類ある。手術所も単にプレートを調布する手術所から治療や 再発予防に力を入れている手術書、独自の術法を用いる等により、様々な症状に対応できる手術書まで様々である。手術による治療では、激しい疼痛を伴う場合が多く、再発の確率も、決して少なくはない。保険適用となり自己負担が軽減される。強制等の保存療法に比べ、通院回数が少なく済む場合が多い。痛みを避けたい場合、 外科的処置ではなく、強制の方が無難ではある。爪幅が狭くなる、術後に痛みがある。爪幅を狭くすると、以前より圧力がかかり、再び巻き始めたり、爪が厚くなることがあり高度な変形をきたすことがある。また出血、可能している場合は、手術はしないまでも最低限の外科的な処置は必要である。その場合は、医師がいる施設での治療が必要となる。 爪がある程度広がっていれば歩行が爪を広げる圧力となり他に硬い銃やハイヒールといった原因の是正が考えられる。歓入爪を含む爪変形は白線菌の感染による爪水虫が原因となる場合がありその際は先に爪水虫に対する治療を行う原因で書かれているように爪には自ら巻く力がかかっているこの巻く力を緩和するため 爪の厚さを薄くする方法がある。ABCDEF 月間、ナース専科2017年1月号、ナース専科編集部、45から45ページ、ABCDEFGHIJ 菅谷文と、梶川明義愛原正樹ほか、巻爪の発生メカニズムに即した治療方針とは、第42号、2014年。症例写真あり。ABCD 本田隆之 柏勝彦、小林誠一郎、貫入詰め、巻き爪の治療、貫入詰めでは、保存的治療の選択肢が増加、巻き爪変形では、物理的詰め強制法が一般化、週刊日本維持新報第4785号、2016年1月9日。ABC 青木文彦、巻き爪、貫入詰めに対して保存的治療を選択する理由。 総称第3巻第4号、2012年、174から180ページ、土井、10.11310 10、JSSWC、3.174、ネイド1300億455万2981、奨例写真あり。今倉明、靴が人を不健康にする。 株式会社希望2019年 ISBN9 兆7849億900万1032本形成外科学会2015巻き爪の治療日本皮膚科学会2018年12月27日閲覧 AB 米沢公平松原秀則米沢義郎巻き爪強制用具爪フラと重度巻き爪の予備強制用具 リフターによる巻き爪強制の追試経験、中部日本整形外科災害外科学会雑誌第61巻、第1号、2018年、115から116ページ、土井、10.11359、中部、2018.115、ネイド1300億674万2448。高山薫、寛入爪、巻き爪の非侵襲的治療。 形成外科第60巻第8号、2017年8月、941から953ページ、ネイド400億2128万1728。堀口まゆみ、大沢陽子、山浦さゆり、野水昭弘、透析時間を利用した巻き爪ロボによる巻き爪矯正を試みて、日本フットケア学会雑誌第16巻第4号、2018年、 208から212ページ、ドイ、10.18970、フットケア、69。AB 会収蔵、ベホの使用経験、皮膚の科学第5巻第6号、2006年、466から468ページ、ドイ、10.11340、スキンリサーチ、5.6466、ネイド1300億540万4685、 ありがとうございます。